ジョン・ウェインとアンジー・ディキンソン、リオ・ブラボーは、ハワード・ホークス監督、ジュールス・ファースマンとリー・ブラケット脚本、ジョン・ウェイン主演の1959年の西部劇映画。原作は、B.H. マッキャンベルの短編小説。本作は、フレッド・ジンレマンのマヒルの決闘に描かれた保安官の姿に不満を持った。 ハワード・ホークスとジョン・ウェインがマヒルの決闘へのアンチテーゼとして制作したと言われている。力強い保安官と彼を助ける仲間たちを描いた歌あり、恋ありの痛快性武劇である。メキシコとの国境に近いテキサスの町で保安官のチャンスは殺人犯、ジョーの身柄を確保したが、この地方の勢力下でジョーの兄、バーデッドが保安官に のの身柄ををを移動させないように部下に命じて駅馬車の車輪壊しし封鎖したためチャンスは、連邦保安官が来るまでわずかな味方と共にバーデット、一味と戦うことになる。チャンスの味方となるのは、以前は、早打ちだったが失恋の痛手から2年間も、アルコール依存症の保安官補、リュード、片足が不自由で、毒舌な年寄りの老野番スタンピー、滅場者の護衛として、街に着いた、 実践経験の少ない早打ちの若者頃らどは体調を狙撃されたあだ打ちが目的。そして女と爆死で踊り子のフェザーズ。孤立した彼らの耳に聞こえるのは敵が一晩中流す皆殺しの歌だった。ありがとうございます。